どうも大輝です。普段は年商1億円ほどの小さな会社を一人で経営しています。今日のテーマは魂の成長、目標達成の6フェーズについて解説していきたいと思います。僕魂とか波動とか結構好きなんですけど、今日も波動のいいところで撮りたいなと思って、地元で同級生がやっているカフェのテラス席を借りてます。で、突然ですが皆さん、人が成長するときや何か目標を達成するとき、どういう順序で成長し、どういう順序で失敗し、どういう順序で達成していくのか、実はこれ決まったサイクル、流れがあることをご存知でしょうか。今日はですね、何か目標を達成したい、例えば給料を上げたい、いいところに就職したい、独立したい、何でもいいんですけれども、何か目標がある方にはすごく有益な話になります。やっぱりね、副業でも語学の習得でも成長して目標を達成する人、チャレンジするんだけれども失敗して終わってしまう人、やっぱりこれ二極化しちゃうんですよね。何かを新しく始めたんだけど続かないので結果が出ない、結果が出ないので毎日がつまらない、どんどん自分を信じる気持ちも小さくなってしまう。今日お伝えすることを学んでいただくと、そんな負のループにも入らなくなりますし、結果が出るまで続けていくコツなんかもお伝えしていこうと思います。では具体的にこんなことをお伝えします。1、そもそもなんで僕たちはこの世に生まれて成長しようと思うのか。2、成長達成の6フェーズとはどんなものなのか。3、その6フェーズをどうやって進んでいけばいいか。この3点に絞って解説していきます。で、僕自身やっぱりですね、最初は生きる目的がわからない、やりたいこともわからない、とりあえず自分が稼ぎたいという自分のことばっかり考えてました。やっぱそういう時は貧乏でしたね。現在は独立して自分の会社も経営させていただけるようになって、で、年商も1000、3000、5000、1億とたくさんのお客様から期待と信頼をお預かりできるようになって、実際この YouTube も2ヶ月で1万人、まもなく開設して4ヶ月ですが、そろそろ2万人の方にご登録いただきます。本当ありがたいなと思います。今こうやって結果出るようになってきたんですが、やっぱりね、チャレンジしてると嫌なこととかもう諦めようかなって思うことたくさん起きるんですよね。もう僕自身もお恥ずかしながら、もう嫌なこととか恥ずかしいこといっぱい起きていて、例えば学生時代にバイト代8万だったのに稼ぎたいと思ってやった輸入転売のビジネスで失敗して100万円の借金作っちゃったりとか、就活で第一志望だった会社は全部落ちちゃってますし、起業してからも一瞬で年間3000万の売り上げが消えちゃったりとか、あれ俺って別に社会に求められてないのかなとか、なんか自分は特別な存在でありたいと思ってたけど全然特別じゃないのかなとか、そういうことを思うことたくさんありました。常に新しいことにチャレンジしているので今でもそう思います。ただね、たまたま今日お伝えする魂の成長と達成の6フェーズ、これを勉強させていただいてたので、結果が出ない時期も乗り越えられたと思うんですよね。またぜひですね、この動画で学びになったこととか質問事項とかはコメント欄に記入お願いします。僕これまで100名以上の方コメントいただいてるんですけれども、全部目を通してお返事させていただいております。それでは行きましょう。1、そもそも僕たちはなんでこの世に生まれて成長しようと思うのか。ちょっと哲学的な話になっちゃうんですけれども、こういったことをいろいろ勉強されている方だと、例えば前世でやり残したことを今世でやりきって達成するためとか、そういったいろんな考え方があると思うんですが、僕しっくりきたのはお釈迦様、ブッダの考え方になります。お釈迦様、ブッダ曰くですね、僕たちが生まれてきた目的、これ僕聞いちゃって最初笑っちゃったんですけど、特にないそうなんですよね。僕たちは万物の流れの中でたまたま感情というものを持って生まれてきた生物、それ以上でも以下でもないとお釈迦様は言っています。ただ僕ここからすごく好きな考え方が、意味はないんだけれども意味を想像することができるのも人間だけなんですよね。要は意味はないんだけど全部自分で自由に決めていいよっていうことです。また人間っていうのは仏教の教えで7つの欲を持っているというふうに言われます。この欲があるから僕たちは何かを想像したり夢を持ったりすることができる。ちなみに7つっていうのが、生存欲、食欲、性欲、睡眠欲、怠惰欲、快楽欲、承認欲、この7つと言われてるんですけれども、僕たちはこの7つの欲求を持っているからこそ、何かを達成したいとか、成長したいとか、人に認められたいとか、いろんな夢や目標を持ち、それを手に入れようとするわけです。で、特に承認欲求、現代はこの承認欲求を持っている方が非常に多い時代だと言われています。僕自身も多分承認欲求があるから、こういった YouTube で発信したり、皆さんも承認欲求があるから、なんか SNS で発信されたりしていると思います。ここで大事なのが、欲を持つってことは全然悪いことじゃないんですよね。僕が一緒にお仕事させていただいているブッコール出版ゼミの高友学長という方がいらっしゃいます。高友学長は大手の出版社の編集長をされて、役員されて、今独立されていらっしゃる方なんですけれども、僕高友学長に聞いたことあるんです。本を出してベストセラーになる人とならない人の決定的な違いって何ですか。これ聞いた時にですね、高友学長おっしゃられたのが、欲があるかないかだねっていうふうにおっしゃられてました。売れたい、有名になりたい、人に貢献したい、この大きな欲がないと大きなエネルギーを動かすことができない、だからこそ結果もついてこないっていうふうにおっしゃられてました。なので皆さんも自分の欲、何でもいいと思うんですけれども、ちゃんと欲を明確にして目標を持つようにしましょう。ではこれからが2つ目の話、欲を持って夢や目標を達成したいと思った時に、僕らがそこに行き着くまで絶対通る道順っていうのがあるんですね。
これが達成の6フェーズです。ちょっと皆さんこちらの図ご覧いただきたいんですが、こちらは成功曲線といいまして、縦軸が成果、横軸が時間と労力になります。まあ、右上の目標ですね。僕たちは普通にこの右上の目標にこう斜めにまっすぐ普通届くと思うわけです。ただですね、実際は違って結果の出ない時期が長く続き、ある一定のポイントからぐんとその目標に近づいて成果が出始める。まあ、これが成功曲線と言われておりまして、まあ、結果が出るには時間と労力がかかるので、この時間と労力が実を結ぶまで続けていかなきゃいけないよということです。そしてこの成功曲線をもうちょっと具体的に分解したものが達成の6フェーズになります。これはですね、アメリカのビジネスユーチューバーでアレックスさんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、この方30歳で資産数千億っていうとんでもないお金持ちなんですが、この方がこの図を提唱されておりまして、日本ではビジネス系ユーチューバーのパラノイアさんがこれも分かりやすく紹介されておりました。まあ、僕はね、成功曲線は知ってたんですけれども、この達成の6フェーズ、これを知ってね、めちゃくちゃ分かりやすいなと思ったので、こちらでも紹介させていただきます。で、達成の6フェーズがこちら。1、根拠なき希望。2、情報による絶望。3、どん底経験。4、失敗。5、根拠ある希望。6、達成になります。では今から各フェーズ一つずつ解説しながら、そのフェーズの時に何を意識していったらいいのか、ここについてご紹介したいと思います。ぜひ今皆さんが何か夢や目標に向かっている時、自分はどのフェーズにいるのかなってことも考えながら聞いてください。1、根拠なき希望。これは何かを始める前の段階ですね。まあ、うまくいってる人を見て、自分もそうなれそうってモチベーションが一番高い状態のことを言います。まあ、僕であれば、自分でやりたいことを仕事にしてめちゃくちゃ自由に稼いでる人を見たときに、自分もそうなりたいってめちゃくちゃ思った時期ありましたし、 SNS でバズってる人を見たときに、あ、自分もバズりそう、自分もバズりたいって思ったことがたくさんありました。正直ね、最初ここの時期が一番楽しいんですよね。モチベーションも高いし、めっちゃできそうって思いますし、ただちょっと悲しいんですが、次の情報による絶望っていうフェーズが待ってるのを覚えておかなきゃいけません。じゃあいざ目標を立てて、夢や目標に向かって頑張ろうと思いますよね。そしていろいろ調べるわけです。そうすると、あれ、実は結構大変じゃないって思うことがたくさんあります。まあ、僕の場合、この YouTube 始める時も、どうすれば皆さんに届く動画が作れるのか、どうすればたくさんの人にご登録いただけるのか、そういったことを最初勉強しようと思って、いろんな本を読んだり、いろんな YouTuber さんリサーチするわけです。そうするとですね、動画の企画をどう考えたらいいのかとか、シナリオをどうしたらいいのかとか、めちゃくちゃ考えることたくさんあって、めちゃくちゃ大変じゃねこれ、やばくないって思ったわけですね。で、ダイエットするぞ、3ヶ月で理想の体になるぞって言うんですけれども、いざ始まってトレーナーさんから、はい、これ食べてください、これは食べないでください、毎日この運動をしてくださいって言われることによって、あ、なんか結構大変じゃんって思うわけですよね。モチベーション下がるわけです。で、ここが情報による絶望っていうステージになるんですが、ここで大切なのはちゃんと絶望することなんですね。ここでちゃんと絶望してあげると、結果を出している人へのリスペクトだったり、謙虚に学ぶ姿勢っていうのが作られていきます。なのでね、尊敬の念が生まれるぐらい絶望した方が僕はいいと思います。そして絶望しながらも、よし、やってみようってスタートするんですが、そこで3つ目待ち構えているのがどん底経験です。このどん底経験の時期は本当に結果が出ない時期なんですね。僕自身も 4,5 時間かけて一生懸命撮って作った YouTube、 全然最初再生されなくて、やっぱり頭の中では1000再生とか1万再生とか言ってるわけですよ。なので結果が出てないっていうことに対してすごいギャップを感じて、ものすごく辛い気持ちを味わうんですよね。このどん底経験の時にこれを続けていくことができるのか、そこで諦めてしまうかが、次の根拠ある希望につながっていくのかの分かれ道になります。特にこのどん底経験の時期が一番辛いです。孤独ですし、本当にこれでいいのかなとか、なんか違うことやってみようかなとか思うわけです。で、 99% の人はここで諦めちゃうわけですね。もういいじゃないと、もう自分は自分やったよと、なんか他にこっちの方がやりたいことだったかもなとか、自分に都合をつけてどん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 行動できなくなっていきます。そしてまた根拠なき希望の方に戻っていってしまうんですよね。でも逆にここでコツ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 続けていくとどうなるのか。そうするとですね、何回かね、あれ、なんかこれうまくいったぞって思うことが起きるわけです。僕であれば、あれ、この動画再生数伸びたぞとか、あれ、このセールスうまくいったぞとか、で、ここで仮説が立つわけです。あれ、もしかしてこうやったらうまくいくんじゃないのかな。なので、どん底経験を続けていくとですね、どっかでうまくいく、どっかでうまくいったものに対して仮説を立てる、そしてあとはその仮説を検証していくと、その検証したものが積み重なっていって、こうすればうまくいくんだという根拠ある希望に変わっていくことができます。そしてこの根拠ある希望をつかめると、ぐんと成長、成功の方にステージがシフトしていくんですよね。ただね、この仮説を立てる、検証する、再現性を持って行動する、この時期一人でやろうとするとなかなか大変です。てか、それができるんだったら誰でも成功するわって話なんですよね。なので、この時期の乗り越え方、5つポイントがありますので、今から5つご紹介したいと思います。1、1つ目はセーフティーネットを持つということです。このセーフティーネットとは何かというと、もし失敗してダメでも、自分はこれがあるから大丈夫と思えるものです。
まあ、僕であればもし事業がうまくいかなくなったとしても最悪実家に帰ればいいやとか、仮にお金がなくなっちゃったとしても家族が一緒に過ごせればいいや、まあ、要は簡単に言うと保険です。僕は意思がめちゃくちゃ弱いので、もしダメだったらこれがあるからいいやって思えた方が気が楽で行動しやすいんですよね。よく成長とか成功を考えると退路を立てて話するんですけれども、これはめちゃくちゃ意思の強い人たちの考え方だと思います。なのでセーフティーネットを持つってことを1個大事にしてみてください。そして2つ目が自己否定をやめるになります。これやっぱりこの時期行動し続けるとですね、結果が出ないことの方が多いので、やっぱり自分はダメなんだとか、なんでうまくできないんだろうっていうふうに否定してしまいがちなんですよ。理想が高いと自分の今の現状に対して自分のことをできてないって見えちゃうので、このできてないだけで終わってしまうとモチベーションが下がったりやる気が落ちて行動が続かなくなっていってしまいます。なので僕の場合は結果出なかったなって思った時は、結果出なかったなって悔しい、なんでできないんだろう自分って、ちょっと自分を責めた後にですね、悔しいってことはやっぱり結果出したいってことなんだな、やっぱり頑張ろうっていうふうに最後は自分を自分で勇気づけて終わるようにしています。しっかり落ち込んであげるとしっかり理想が見えますから、落ち込んだり自己否定したくなるのは夢や希望があるからなんだということを覚えておいてください。まあ、ここはねすごくジャーナリングがポイントになります。ジャーナリングに関しては僕がジャーナリングに関する動画を出しておりますので、そちらをぜひご視聴ください。そしてポイント3つ目はあなたのことをサポートして助言してくれる師匠やコーチ、メンターという存在です。あなたが欲しい未来や結果を先に出している人、そういった方に助言を求めることによって自分には見えてない自分の可能性だったりとか、なんかつまずいているところの原因、こういったことを教えてもらうことができます。まあ、僕自身もビジネスやこういった SNS の発信に関しては決まったメンターがいつもいるわけではないんですけれども、まあ、単発いろんな方に教えてもらったりしています。そして4つ目は他のことに目を向けないです。よく一点突破とも言いますけれども、やっぱりね、何か結果を出すときには1個のことに集中する時期って必要なんですよ。僕であれば SNS、 この YouTube ですよね、 Twitter とか TikTok とか Instagram とかいろんなメディアやってましたし、いろいろチャレンジしてたんですけれども、あ、これは YouTube に僕一点集中した方がいいなと思って、今は YouTube に力を入れています。やっぱり皆さん得意不得意がありますので、得意なことを見つけたらそこに一点集中、一点突破、これがこの結果の出ない時期を乗り越える一番のポイントです。そして5つ目は好きなことをやるということです。で、この結果の出ない時期っていうのは嫌なことを やってると本当に辛いんですよね。自分が本当にやりたいこと、ついついやってしまうことでチャレンジ続けると、この結果の出ない時期も自然と乗り越えていくことができます。皆さんがついつい時間を忘れてやってしまうことだったり、お金をいっぱいかけてしまうことだったり、お金をもらわなくてもやりたいことって何でしょうか。こういった分野で夢や目標を持ち行動し続けることができると、結果が出ていくのも早いんじゃないかなと思います。で、僕の場合は企画とかマーケティングとか人の成長とか自己啓発とか、そういった分野になるんですけれども、これを皆さんなりに見つけれるとすごくいいなと思います。まあ、自分でやりたいこと、好きなことを見つけたいっていう方はですね、僕 LINE のメルマガも発行してまして、その LINE のメルマガにご登録いただきますと、やりたいことを見つけてお金に変える方法っていう動画特典だったりとか、やりたいことを見つけるコンパスの音の書き方、こういったものも皆さんにプレゼントしておりますので、ぜひ LINE の概要欄から特典をダウンロードしてみてください。この5つのポイントを押さえていただきながら行動し続けることができると、根拠ある希望のポイントに達しますので、あとは成功をつかみ取ることができます。で、僕自身もまだ年商1億っていう小さい規模でやってるんですけれども、月は年商3億5億10億ってことを考えていくと1に戻ることがたくさんあります。でもこの成長曲線、達成の6フェーズっていうのは分かっているので、結果の出ない時期もあ、やっぱり来たかっていうふうにこう進んでいくことができるようになってます。なので皆さんも何かしら夢や目標あると思いますが、自分の欲に忠実に、どんどん好き勝手に自分の人生をクリエイトしていきましょう。では次回の動画では次のステージに入るときに自分に起こるサイン、このサインの読み解き方について解説していきたいと思います。また今日もね、ちょっと魂とか次もサインとか、若干ちょっとスピリチュアル寄りになってきてるんですけれども、まあ、そういったことも配信していきますので、ぜひチャンネル登録いただいてお待ちください。また先ほど LINE の特典のお話をさせていただきましたが、私 LINE のメルマガも発行しております。 LINE のメルマガご登録いただきますと、1、やりたいことを見つけてお金に変える方法、2、やりたいことを見つけるコンパスの音の書き方、3、コンパスの音の記入事例、4、僕が自分の波動を上げるためにやっている行動リスト、5、めっちゃお金貯まる方法、6、めちゃくちゃ幸せになる方法、僕がゼロから年商1億円達成させるために意識してきた5つのこと、これらの特典を全て無料で配信しておりますので、ぜひ YouTube の概要欄からご登録ください。この YouTube では特に考え方とかあり方について発信していることが多いんですけれども、具体的なビジネスの方法についても知りたいですというふうにお声をいただいております。そういったこうビジネス講座に関しては概要欄の方にですね、抽選で学べるビジネス講座の動画も用意いたしましたので、ご覧いただければと思います。では今日は以上になります。今日も皆さんありがとうございました。さようなら。